チャートゥティースズです。長い長いイタリアの夏休み、そう3ヶ月の夏休みを終えてようやく9月に入りました。この夏休み中に義理の家族と過ごした動画がまだあったので、今日はそちらをお届けします。夕方過ぎからピザ名人がやってきて生地を作るということで、この日は大量のトマトを使ったトマトランチでした。こちらはトマトを輪切りにしてバジルの葉を上に乗っけて塩とオリーブオイルをかけたものです。こちらはチーズキューブ、トマト、バジル、オリーブをオリーブオイルと塩で味付けしたものです。そしておなじみのフレセッレ、これは硬いパンを水道水で湿らせてトマトとバジルを乗っけるっていうやつです。で、お昼ご飯これでおしまいね。夕飯に行きます。Che questo qua, io non so come dire questo ragazzo, ma questa carne qua va mangiato a tu, va mangiato a sangue. Che difficile fare la voce. Perché è proprio fuori. Così è proprio un tipo di carne che va mangiato a sangue. 3 kg, no? 3-4 kg di carne. Lei Angela quanto è? Sì, 3 kg a lui. このドデカ肉ブロックにどんどんオリーブオイルを染み込ませてハケで塗り込んでいきます。これ上から見てるから大きいなぐらいに思うかもしれませんけど、横からこの横からの厚み見てください。こんなに厚いの、ドデカ肉ブロックでしょ。そして一回オリーブオイルを塗った上に、この古代の拷問器具みたいな、このメッツァローナって呼ばれるんですけど、これでねイタリアンパセリを細かく刻んで、そこにニンニクとオリーブオイルを入れて、また上から塗り込んでいきます。何だっけ、ビノビアンコ con la pescaPesca, ci vuole vino bianco. L'altra volta l'abbiamo fatta giusto, meglio lei la si ricorda con la vino. Questa è acqua, no? In realtà si deve fare col vino rosso. Questa è natura. Ah sì? Questo è vino rosso.この時うっすら大抵ぼんやりちゃんだったから全然気がついてなかったですが、元祖は赤ワインと桃だそうです。私ね、以前白ワインと桃で飲んだんですが、そっちの方がはるかに美味しかったような気がします。でも元祖は赤ワインと桃だそうです。ママ、ディミトゥ隣人がイタリアンポップ爆音で流しちゃってるもんだから、これで著作権引っかかっちゃうんじゃないかって怖いので、アテレコでお届けします。義理の兄が桃赤ワインを全員分注いで、これから乾杯というところでどこに座るのかっていうので、ちょっとひともめしております。これあるあるですね。どこに座っても一緒なんですが、ここに座る、あそこに座るって言って席を決めているところです。私はマジでどこでもいいんですけど、早く家に帰って眠りたいっていう感じでした。なぜなら夏のイタリアお決まりの夜の9時過ぎご飯だからです。本当に太ります。Poi vediamo un'altra bottiglia. Ok, Cici, buon Ferragosto. Buon Ferragosto. In Giappone. Campai.肉厚ブロックビステッカの前にこのねイタリアンサルシッチャを食べてます。肉の前に肉を食べるっていう、こんな感じで肉を食べまくる夏です。そしてこの後ね、もうお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、奥でお父さんがタンクトップ1枚なのは、このサルシッチャを食べてる時に赤ワインを盛大に服にこぼしまして、気がついたらこんな感じで裸の大将みたいな感じでお肉を切っております。今回の動画が面白かったという方はグッドボタンを、チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。それでは次回の動画もまた見てね。